ねえなあ、こうして命のギリギリのところで生きてると、本当に大切なものが何か、それがどれだけ近くにあるものか気づくだろう。圭一君はそんなことを教えるためにレナとこんなことしてるんだ。お前らに救われたんだよ。だからレナが助けを求めてるなら、今度は俺がレナを助ける。助けたいんだレナ。俺を信じるんだ。俺はお前を絶対に見せない。